こんばんは、ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢よ。今日は救助特化で遊んでいくぜ。ほう、また随分と珍しい。さてはアーカイブチャレンジだな。そうですとも。やっぱり、普段やらないから分かっちゃうのよ。救助なんてクソだっていつも言ってたし。おい濡れ衣やめんか。救助と言ったらこれ、きっとやり遂げる。キラーがプレイグだったら腐るパークね。まあ大丈夫だろ、数多くのキラーが候補にいる。この試合捨てていいか？もちろんダメ。こんばんは、ゆっくりマリサ。おい待てや。なんだよ霊夢、今から撮影始まるのに。通用すると思うなよ。本当にさっきの試合捨てたの？いや、試合は捨ててはいない。動画映えは捨てた。うまいことを言えと言ってない。ワンチャンなんとか入ると思ったが、完全に救助特化潰しだわあのキラー。これからプレイグのことを動画キラーっていうことにするわ。何も知らないプレイグはいい迷惑よ。さ、本当に序盤のはなかったことにしてやっていこう。救助特化ということで今回はきっとやり遂げるを持ってきたぜ。最近このパーク自体を見てない気がする。正直現環境だと救助してもすぐに回復する暇がないからな。あとタイミングも難しいし。なのに今回持ってきたの？ああ、そうそう、今回のアーカイブは他人の治療を3回分完全回復させるっていうのがあってな。これ1マッチ中にやらないといけないんだ。それはまた随分厄介なチャレンジね。だからすぐ回復終わらせるパークは何かと考えたとき、きっと下だった。確かに 100% アップはでかいもんね。おまけでボタニーも持ってきてるんでより爆速回復ができるぜ。加えて苦肉の策とかも良かったんじゃない？それは、まあ、血族とセルフケア外したくなかった。今日一の砂を。で、チェイス中のレオンがこっちに来た。そして壁が壊された。ネアちゃん、無理やりでも回すぞ。こりゃあ無理やぜ。まさかのお前がそれ言うんかい。まさかのネアが犠牲になるというね。すられた上に第一村人はご愁傷様としか言いようがない。だが心配するなミスネア、私が救助に向かおうではないか。あのその前にまたレオン見つかってます。一体どういう状況ですかこれ。知らん。さあ助けに来たぞ。だが鬼近いんで今回は回復はなしだ。うわ破滅でめっちゃ後退してるわ。あそこで直しきれなかったのは痛でね。いや待て、これは先にロッカーいんだ。多分釣られるならさっきネアが釣られてたところだと思う。おそらくそうなるだろうね。あとはここでやり過ごすとしよう。で、ある程度離れたら救助すると。そういうことだ。でもまだ信号になってませんかね。気のせいだろ。目の前にキラーいますけど。気のせいだろ。あ、この人現実逃避してる。やっぱり突っ飛びは難しいな。っていうかお前の救助が下手だ。釣られてる時に血族で見えたが、ここで誰か発電してるな。多分ネアがいると思うが、もしそうだったら直した後に回復チャンスね。お、やっぱりか。じゃあ修理終わらせて回復してあげよう。さあこれで1回目終わり。あと2回か。この調子なら達成できるかもね。てかレオンがチェイスしてると思ったんだが、この様子だと逃れられたっぽいな。まさかの連続達成できそうね。てかこれならきっとゲイラなそうじゃない。んなこと言ったら再殺になるだろうが。あれ、てかこの人アフターケアあるのか。これ私と相性悪いかもしれないな。あー確かに、この人も救助したいだろうしまずいわね。あーやっぱりレオンも来るよな。でもアフターケアって救助だけじゃなくて回復すれば発動するでしょ。あー、そうか、なら私救助で2人で治療っていう作戦もあるか。だから今レオンはあんたに救助譲ったのかもよ。このレオンとは良い連携ができそうだ。そして今のでアーカイブチャレンジは終わったな。難しいチャレンジだと思ったけど、意外と簡単に終わったわね。キラーがあんまりトンネルしてこないのと、レオンとの連携が取れてるおかげだな。野良でこういう展開は滅多にないから今かなり嬉しいぜ。お、このエースは有能の証明持ち。これもレオンのアフターケアのおかげだな。さあここでネアがダウン。この爆速修理で釣られるまでには治りそうだな。釣られてからだったけどこれで修理完了。せっかくキットで持ってるしまた私が救助に向かうか。おっと、こんなところにポータルが。これは離れた方がいいか？いや、回復求められたからやっちゃおう。あ、これ寸止めにしてレオンにアフターケア発動してもらおう。あんたもいい判断をするわね。昔めっちゃアフターケア使っていたからな。全員のオーラを見たい気持ちはわかる。これはこっちに来てるな。だがしかし二人で直してるから完了できる。よし間に合った。これはかなりキラーにとっては痛手ね。しかしレオンの方を狙ってしまったか。あや、これはアフターケアリセットされちゃうわね。これが最大のデメリットなんだよな。だから私は血族派。あんたも好きねえ。そしてまたレオンの救助に向かうと。あ、リーチのエースがこれで終わるわね。というか私以外リーチだから次狙われるなら私の方が良いな。とりあえずレオンの回復は済ませちゃおう。あと1台で3人生存。ギリギリの戦いね。さっき2人がそこの発電機をやってるのを見たからそこ引き継ごう。このレオンもそれを分かってるみたいね。あ、これ私がタゲ取ろう。あえて体を出して狙わせたわね。ここの板。
は倒さないでおくか。倒したら面倒だと思われて諦めてしまうかもしれない。だからなるべくレオンの位置から離れよう。実験室の板使うか。でも弱いからすぐ負傷するかもしれない。あ、この回り方は隠しですね。聞いたことのないワードね。これは一旦外出て真ん中行くか。よし、そこの窓枠を使おう。シュレッドを貯めてるがさすがに間に合わないと思う。よし、まだ時間稼げるな。けど広場は割と弱いのばかりなのよね。ならこの時計塔で停止するか。って思ったけど治ったのなら。残し、ハリウッドかよ。今度はレオンに救われた。と、これは上に行けと言ってるな。いいぜ、私もそのつもりだったぜ。これで回復してゲートを開けたいわね。この中途半端なゲージは、これネアが見つかってるな。ならば今のうちに解放しないとな。でもなんか心音が近くなってない？まさか戻ってきた？戻ってきてるじゃんか。なんかネアもいるし。これはあれかな？チェイスしてそろそろゲート開くだろうと踏み込んだら間に合わなかった。そうだろうな。そして肉壁入りたいがこれは多分無理だ。やはり最後のお楽しみがあったか。でもゴルゴンだしある可能性は高かった。すまないネア。これで一応私とレオンは無事出れるな。最後までレオンと連携は取れてたわね。挨拶だけ交わして出よう。いやこのタイミングで上品な行いは草。